韓国を代表するスープの一つ、ソンロンタン。ソウルで50年間愛される老舗は、スープもキムチも最高だった。ある寒い日、気温が零下10度を下回ることも珍しくないソウルだけど、冬でもそう悲観的にならずに暮らしていられる理由は、晴れの日が多いこと、床暖房があること、そして熱いスープが美味しいこと。今日はソウルの気温がマイナス3度なんですが、まだこれくらいの気温だと序の口なんですけども、今日は日が当たらなくて雪も降っているので結構寒いです。というわけで、あったかいスープを食べに行こうと思います。路地の奥にひっそりとあるソンロンタン50年の老舗、チュンリムジャン。牛の肉や骨を長時間コトコト煮込んだソンロンタンや、膝軟骨を煮込んだコラーゲンたっぷりのトガニタンが有名な店。繁盛している老舗は建物をピカピカにリフォームすることも多いけど、ここは昔から続くままの姿。トガニタンも食べたいけど、やっぱり今日はじゃあソロンタンの中で。美味しいキムチって大体見た目でわかるけど、これは間違いなく美味しいキムチ。真っ白じゃなく、ぼんやり黄色がかったスープには、薄切りの牛肉もしっかり入ってて、そうめんと白いご飯も。味付けはされていないので、自分の好みで塩を入れる。入れすぎたら終わりなので、慎重に。旨味はぐっと濃厚なのに脂っこくないあっさりしたスープ。このスープがしっかり絡んだそうめんも美味しいんだ。肉も噛むほどに味わいがある。さてキムチ、スープの美味しい店はどこもキムチに自信ありだけど、この店も見るからに自慢のキムチ。やっぱりね、大根も発酵具合もヤンニョムの濃さも中くらい、さっぱりしながら旨味や野菜の甘みが調和してるキムチの優等生。美味しいスープを吸い込んだサラサラご飯、ご飯と麺が一緒に入っているってすごく不思議だけど、食べるとスルスルとお腹に入って妙に美味しい。キムチと一緒に行こう。おお、これはめっちゃ美味しい。スープだけでも十分だけど、キムチの爽やかさや甘みがスープをさらに補完してくれて、完璧なパートナー。この店のソンロンタンはまず牛骨でスープを取り、それをベースにさらにトモバラ肉、膝軟骨、テールなどを入れて煮込み、最後に50年前から毎朝一番だしを少しずつ継ぎ足して煮続けているスープを加えて完成するそうで、一見シンプルだけど、実はこの一杯にたくさんの手間暇や歴史が詰まってる。
キムチの汁、あとでスープに混ぜよう。ああ、致命的ミス。ソルロンタンに欠かせないネギを入れてなかった。せめて今からでも入れよう。うん、ネギ必要。ではそろそろ。すでに美味しいスープの味が変わってしまうのがもったいなくてためらうけど、これだけキムチが美味しいからやっぱり入れなくちゃ。これは韓国ならではの面白い食べ方。スープがさらに風味豊かになってさっぱりして味の幅が広がる。もっと入れよう。この器一杯のスープご飯でとても豊かな食事。オーナーの奥さんが描いた鉛筆画。何十年も通う常連さんが多いのも納得のソルロンタンだった。